はい、全国800万人のシューティングゲームファンの皆様こんばんは。今日はですね、バトルガレッカ、何回目だよっていう話なんですけど、まあ、ミカドでのケンチさんっていうプレイヤーの方がねすごい頑張ってくれてるタイトルで、もうかれこれなんか半年ぐらいですか、半年ぐらい前に初めて、結構こう腕前が上達してきたぐらいの、感じで、でケンチさんにやってもらうというようなね、まあ、頑張ってケンチさん、初プレイ、初クリアをここで配信で見せれたらいいななんて昨日言ってましたけれども、じゃあ改めてケンチさんにお話聞きますかね。じゃあプレイヤーのケンチさん、拍手、みんな拍手。はい、どうもケンチです。あ、すいません、な、今日はどんな感じのプレイになりそうですか。今日とりあえず5面ぐらいまでは誰でも見て真似て、ええ、遊べるような感じの、初心者向けのプレイを見せて、うん、で6面以降は普通にガチで頑張ります。なるほど、わかりました。でもしちょっと序盤で変な死に方したらちょっと、ね、やり直していいよ。それ俺に合図ちょうだい、はい、そしたらやり直しますって言ってくれれば、はい、まあ、気軽に、はい、やっていただけ、いつものプレイしていただければなと。じゃあケンチさん、はい、準備ができたら始めるんだ。はい、じゃあ解説にカムイニャンいいですか。すいません、じゃあ全員一の人が解説に来たよ。カムイニャンです。はい、どうもこんばんは、こちらでは初めましてですね。あ、そうですか。カムイです。どうも。はい、じゃあ今日ケンツくんのプレイ、ほらいろいろカムイニャンしか知らない情報がいっぱいありますから、耳辛ないろいろこう教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ガイン全員一カムイニャンとなっております。じゃあ準備ができたらケンツくん、マイクテストお願いします。何年ぐらいガレッカやってるの。相当やってるよね、カムイニャンね。21年ガレッカ一筋21年。もうすごいね。まあでも昔から、カムイニャンがやっている、はい、ガレッカのプレイは知ってますけれども、はい、いや本当にすごいよね。危機迫るというか楽しそうにやってるのがすごい。それが一番嬉しいねえ、はい、なんかもう避け方はすごい、なんか画面はすごいことになってるんですけど、やってる本人はすごい楽しそうにやってる。あれが印象に残ってますけどね。だからやはり動画として見ていただくよりも、うん、そのライブ感っていうのをすごく大事にしたいなと思ってます。ああ、なるほどね、はい、まあね、21年間やってもう数々の記録を塗り替えてきたというような感じになってますけれども、じゃあ今日はね、はい、解説の方すいません、よろしくお願いします。はい、いろいろな要素があるゲームですからね。はい。なかなかこう解説をつかないような感じなんですけどね。もうスコアラーのみんなが何度見たこのロムチェック画面、何度見たっけ。ああ、ゲームやってる回数よりこの画面を見てる方が長いんじゃないかと。電プチするとこの画面が出てくるんですよね。さあケンツくん、今日は 初クリアを配信で見せたいとのことですけれども、果たしてどうなるか。ああ大丈夫かな。大丈夫そうです。よし、じゃあ行きますか。行きますか。行きますか。じゃあガレッカ VS ケンツ始めてくれー。ノー、ふー。さあ4番機体を選んでいくケンツ。さあ4号機、うん、やっぱクリアしやすいのは4号機なんですかね。まあやっぱりそうですね、うん、そういえばカムイニャンも初期の頃は4号機使ってましたよね。あ、はい、そうなんですよ。すげえ前ですけどね。すごい前になりますね。ガイン使いで有名なんですけど、実は4号機も使ってたということでね。これ4号機の特徴ちょっと教えてもらっていいですか。4号機は全機体の中で移動速度が一番遅い機体なんですが、はいはい、最初からメインショットに貫通弾を装備してるキャラなので、貫通弾、はい、あまりパワーアップしなくても、うん、火力が非常に高いので。なるほど、パワーアップしなくても、はい、火力が高いと。そうですね。なるほどなるほど。なので敵に攻撃される前に大体倒せるっていう、うん、そこら辺が、はい、攻略のやりやすさになってます。なるほどね。でこれちなみにケンツ君、今オプションを取ってないプレイになってるみたいなんですけど、これはやっぱりランクのためですかね。そうですね。ああ、ランクを下げるために戦略的にオプションを取らないで勲章も育ててないですね、これね。そうですね、勲章も、まあ稼げば残機が増えるんですけれども、はい、ここは安全重視で勲章はするという形で。なるほど、安全を、重視するため勲章を取らず、そしてパワーアップは、ここで止める感じかな。フォーメーション、あれを取らないと、オプション取らない。おお、あっという間、1面クリア、お見事。この火力なんです。やらけー。はい、1面クリア、お見事。
さあステージ2となっております。まあ、ステージ2といえば、名物焼き鳥という、ね、感じがしますけれども、さあそのあたりどうするか。そうですね、聞いてる情報だと焼き鳥はしない。あ、しないということで、なしでいきます。点数稼ぎは、はい、ほどほどにバトルカレッカといった感じですかね。そして、このゲームのボムのシステムが、まあ、ガンフロンティアというゲームと一緒でですね、ボムチップを集めていくと、ボムが大きくなって、まあ、それで普通にボンバーとして使えるんですけど、カスボムだと、はい、磁気の周りしか発生しないという感じになっておりますね。そうですね、あのボムを取ってるのは あくまで化石ではなく、うん、今後の危ない場面での緊急回避ができる。なるほど、まさにボンバーらしい使い方をするためにライデンチックにガレッカを遊んでるっていう感じですかね。なるほどなるほど、もうね、カムイニャンのプレーを DVD で出させてもらいましたけど、2005年のなんかもうすごすぎて当時全く何をやってるかわからなかったですけどね。今はいろんな情報がねインターネットにあるので、だいぶ、今になってあそういうことだったのかみたいなねやるんですけどもね。さあこの後道の真ん中からですね、結構やっぱり皆さんご存知のこの見づらい球、うん、この辺はやはりやっていって慣れていくしかない。あ、いわゆるこの針だね、はい、あ、これはもう慣れてくれと。そうですね、いうような感じですかね。さあここも打たずにスルーとなっておりますね。あ、これ反応しねえんだ。そうなんです、これはX 座標が合うと、うん、反応して磁気に向かって球を打ってくるんですが。あ、そうですよね、はい、端っこの方にいてもあの全く反応しないでやることができる。なるほどね、磁気の動きを見てあいつ動いてたんですね。なるほどなるほど、こういうところでランクを節約していくって感じですかね。なるほど、はい、さあ中型機も選別、ここは上げてスルー、ここもかなりスルーしてます。パワーアップはいらねえよと言わんばかりのプレーになっております。さあ2面のボス、次のマットボール、マットボール、ここも割と普通に倒すのかな。そうですね、ちょっときつい攻撃だったら迷わずボムっていう。なるほどなるほど、そのあたりは良いシュートを頑張ってほしい。搭載可能な赤い球、あ、ボム売りましたね。ボムで、ボボボボボボボ、このボムはファイヤーボムとなっております。解放射器場のねボムになってる。これも強力4号。ちなみにボタン同時、押すボタンによって当たり判定等が変わるんですよね、選ぶとき、ね、あ、そうですね、機体選択するときに。お、うめ、まあ、当然この、ね、ゴールデンバット、あ、お見事2面クリア、当たり判定が小さいゴールデンバットとなっております、はい、さあ3面開幕、ここはボンバーで焼き払うと背景が壊れて勲章が取れるんですけども、あえてしないと。そうです、ここ勲章を下手に取るとランク上がりますので。なるほどね、はい、もう本当にクリアラー向けの今日はプレーとなっている感じでしょうか。さあボムチップだけを緊急回復用に回収していくケンツ。確かにランクの調整が効いているのか、はい、僕が知ってるガレッカより簡単そうに見えますね、3面ポート。かなりアイテムの落下速度とかもかなり遅いので。なるほど、ランクは下がってるではなく上がってない、上がっていないというような形で、はいはい、最近家庭用移植版が出て、まあ、その M2 ガジェットと呼ばれている情報が左右にあるんですけど、 あの手の、はい、リリースでだいぶランクの謎がみんなにも浸透してるとは思うんですけれども、はいはい、要は上がる行動をしてしまうとそのグラフの角度が上がるみたいな感じで想像していただければいいのかなって。あ、そうですね、まあ、タイマーランクで緩やかにランク上がっていくゲームなんですけど、まあ、行動によってそのグラフの角度が上がるみたいな感じでね。さあこの地上戦車、これも、ホバー戦車がワンラップを持っているんですけれども、はい、今左右に砲台がついていて、その砲台を壊すと、エンジンそのものに判定ができるんですね。なるほど、でそのエンジンを左右両方壊した状態で固定の位置に、止まったところで破壊するとワンラップが出現するんです。なるほど、なんで両サイド、今片方右側のエンジンが破壊されたと思うんですけれども、はい、これを壊せない状態で壊してしまうとワンラップではなくて大ボムが1個出てしまうと。あ、なるほど、そこはちょっと注意ということです。なるほど、さあ壊れたよ、あとは本体への打ち込み調整で、うん、ちゃんと固定の位置に来てから壊す。なるほど、しっかり、壊しきらないとダメですからね。そうですね、そこは打ち込みで調整していくというような流れになっておりますね。さあ所定の位置にやつが止まった瞬間がチャンスであると、それまで泳がせます。おお、ブレブレ。これは潰しです。潰しですね。戦略的に残機潰し。ワンナップが取れるということで潰した感じですかね。そうですね。さあワンナップ取れるかどうか。死ね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 。お願いお願い死んで。はい、お見事。これでさっきと同じ状態に戻ったと。
でここでオプションを回収して2個にして3星に入ります。なるほど、はい、ついに3面後半でオプションを回収。そうです、ここからオプションを2個で進行していく形になっていく。さあ3星戦、まあ、この3ボスもね、カムイニアのプレイとかすげえんだけど、どのようにして倒すのか注目していきたいですね。まあ稼ぎはね、稼げる人がやればいい、みんなで楽しもう、バトルガレット。ほんとちょっとなんか色つけようとするとほんと難しくなるんで確かにわかるもう欲張った分だけほんと難しいんで。そうですね、あくまで欲張らない。はい、さあウェイダンを壊して第2形態へ、このドット絵素晴らしい。そしてこの音楽、大パーツバトルガレッカとなっておりますけれどもね。さあ左右の砲台をまず破壊。これももう打ち込み稼ぎとかやらないんで、うん、ちゃっちゃと本体にダメージ与えて、もうバリバリ3パケティング殺すという。おふらめめめめ、よしよし、いいよ。でもだいぶ弱いですね。さあこの乱れ打ち、避ける避ける、正面でショット打つ、いいですね。もうそろそろ倒れます。もうそろそろいける。あ、ほんとだ、すげえ3面クリア、お見事。もう相手がどのぐらいで死ぬかも肌感覚でカムイには分かってるわけですね。ステージ4、そうね、全然分かんないですけどね、俺らはね。もう何百万回見てますからね何回ボスが光ってるの見たか。なるほどなるほど、その辺はもう大体ボスの痛みが分かりますから、ね、痛みが分かる、はい、痛みが分かるバトルガレッカとなっております。さあ4面、結構な物量。まあでもランク調整がやはり効いているのか、いつもの4面より、ね、かなり効いていると思います。ね、なんか弾が遅いかなって気はしますけれどもね、まあ、ランクが上がると敵の硬さが上昇して弾が増えて弾の速度も上がるというような形になってますけど、なんかこのパッと見まだまだいけそうな感じですね。そうですね。ボムチップのみ、そしてオプションは2つで固定となっております。さあ中型戦車、回転機能がないバトルガレッカでもしっかり砲台が回転しているというね、ドリーム砲台と呼ばれているテクニックがありましたけれども、そういったドット絵の妙技も楽しめていただければなと思います。4面中盤戦、いや順調ですね、うん、順調ですね。ここもあの背景をあのゴムで破壊することはできるんですけど、まあもったいないのでやりませんということでね。でこの後にオレンジ戦車が、今右に2台結構危ないので、無理せずに撃ちますね、うん、あ、ボムで、ボムだったらボムを結構下の位置で撃ってくるんですね、このオレンジ戦車、うん、いやここでは無理せずボムで。そうです。さあ中型機、4号機のボムって、うん、1回出てしまったけど結構強いんですけど、はい、あの出るまでに結構タイムラグがあるんで、なるほど、その間に殺されてしまうとボム発射せずに死んでしまうっていう、あ、なるほど、こともあり得るので、じゃあ決めボムっぽく使っていくのが基本になりそうですね。そうですね、あんまり引きつけない方がいいです。うん、わかりました。まあ、発生が遅いと、おっとオプションアイテムは取らないと。さあフォーメーションチェンジを巧みに使いながら4面後半戦。さあここのね橋もね、あのゴムで飛ばしてみんなすごい勢いで勲章回収するんですけどね。いや難しいですね、ここは、ね、本当に難しい。みんな本当うめえなと思いますもん。だってこんなに撃たれてんのにさ勲章一つも落とさないじゃん、勲章、ここの勲章稼ぎするときは、うん、もうボスがどのくらいのタイミングで出現立てるかっていうのもパターンにしないといけない。ああ、なるほど、はい、それすらパターンになっているの。そうですね、ボスの出現タイミングを時期の操作で2位に、動かすことができるので。あ、なるほどなるほど、そういうことか。それで結構安定性高めたりとかね、はい、さあドッキングしたぞ、ガシーン。これは、基本は弾、ど真ん中打ち込むだけでバッと倒れるんですけど、はい、結構いかんせんこのよで分かるように弾が多いので、うん、しっかり誘導引きつけながら、うん、集中砲火するっていう。なるほどなるほど、避けるのと引きつけるのを、交互にやってるって感じですね。なるほどなるほど、時期狙いを、はい、端に寄せつつ集中砲火をその隙にすると。おっとっとっと、ボムだ、いいよ、いや、よくぞボム打った。今のはナイスボムでしたね。お見事、4面クリア。いや、これ素晴らしいですね。全く危なげない、ごめんね。さあこのゲームは100万点エブリとなっておりましてですね、早速やっと100万点超えたぐらいなので一気残機が増えていると。さあごめん、ちょっとここのステージは長尺のステージになっているので集中力切れないように頑張ってほしい。ケンツ、はい、プレイヤーはケンツさんという方で、うん、解説をカムイがやっていただいて、カムイがやってます、はい、全一カムイニアですよ。ここはこのような中型飛行艇が、多数、設置してあるステージになっております。そうですね、まあ、でもなんか弱そうだな、やっぱりランク下がってるんだな、下がってるというか上がってないんだな、う
この本体のところにカバーがついてて、はい、カバーを壊すと戦場弾、あの扇玉をすごい、うん、激しい攻撃が来るんですけ ど、なるほど、カバーを壊さなければこのようにそんなに、なるほど、結構おとなしい感じで、カバーはつけっぱなしにしとけと、ということですね。わかりました。このままスルーするという感じでカバーを外しちゃいけねえぜ、ごめんの、中型飛空艇となっております。ケンツここまで順調に進んでいるように見えますがどうでしょうか。打ち込んでいく打ち込んでいく、そしてカバーは打たない、ボムチップのみを回収していくスタイルとなっております。結構画面の下の方までバトルガレカ打ってくるんだな、まあ、そうですね、まあ、過渡期のゲームですもんね、弾幕シューティング以前のね、そういう意味では結構今の始める方は慣れないかもしれないですけど、なんとか頑張ってほしい。ここの空母は泳がすことによってキャラオーバーで空母の数も減るので、おお、なるほど、なのでこういう避け作業が減るっていうメリットもあります。なるほど、はい、キャラクターオーバーをも、テクニックに、採用していくわけですね。素晴らしい。さあここからザコがまずわらわらと出てきますが、で空母のサンドイッチ左右から来ます。さあここもアイテムは回収しないか。さあサンドイッチで来る。で壊れてるところは次に対して弾を撃ってくるタイプのものだけ的確に壊して、うん、あとは無駄な弾を撃たずに避けるに避けるってこと。なるほど。あ、もう完全にもうケンツ君に掌握されてますね、バトルガレッカが。かなり出来上がってます。出来上がってますね。出来上がってます。この辺はかなり仕上がってます。仕上がってますね。結構この後、1ボスに出てきた、はいはい、あのリベンジ版が出てくるんですが、うん、ノイズラフィン回の回転砲台を今正面についてる2つの周り砲台がある、はい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 、今回転砲台だったんですけど、うん、その回転砲台を片方残しつつ本体だけに打ち込むっていう、うん、ちょっとテクニックのある。ああなるほどね、はい、おそらく今死んだのはランク調整ですかね。いや今のはミスですね。ミスですか、はい、そうですかバレました、はい、これですね、片方だけ残して、はい、あの本体にダメージを与えていく、次の形態に行かないということですね、はい、なるほど。みんな細かいテクニックでよく知ってるな。あ、ちょっとあんまり慌てなくて大丈夫です。慌てなくて、はい、まあ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 、まあ、はい、ザンゼロまでケンツ君遊びますからね、大丈夫です。あ、さあドリーム放題、さあ頑張って耐えてほしい。いや、やっぱ舐めると強いんだな、1ボス回。頑張れ頑張れ。危なかったらもうボムで、はい、お見事。あ、さあこの後ボムもいい感じに溜まってるので、そうですね、ボムありますもんね、使っていきましょう。さあ幾多のスコアラーの命と心を追ってきた2回目のマッドボール戦、画面端でレーザーを避ける。マッドボールのレーザー結構怖いんで、うん、端っこに誘導してから、おお、ちょん避け、ちょん避け、あ、潜ったいいよ。この辺はボムの感じで押し切った方がいいですね。なるほど、ここで死んでしまうとちょっときついかな。なるほど、ここで死んでしまうと後半戦の展開が厳しいということ。はい、正面に打ち込んでいく。あ、もうボムでいいですね、はい、早く死ね死ね、もういいよ、よーい、はい、いい感じです。さあ残一残して後半戦出た空中母艦スレイヤーとなっておりますね。スレイヤーです。さあまずはボムチップを回収、で後ろ側に回り込んで邪魔な砲台を選別と。ここはボム撃つといっぱいパーツ剥がせるんですけど、うん、ここボム撃たないで6面に溜めていくんだと思います。なるほど、ここは温存して、6面に、持っていくというようなパターンなんですね。さあケンツ落ち着きは取り戻したか、いけるのか、初クリア。いや見づらいですけど頑張って、大丈夫大丈夫、いけるよ。さあ正面からの張り弾避ける。 OK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 、 このままダメージ与えずするか、うまい。で今回転してる砲台を壊すと、うん、扇玉が飛んでくるんですけれども、はい、ちょっと動きの遅い4号機だとかわせるのが大変なんで。なるほど、もうこのまま逃げるまで、逃げるまでそのまま走って。了解了解、わかりました。あのバラまくんだよね、黄色い球をね、バーってね、まあ、それが、ちょっと避けづらいということで、この、回転砲台を残した状態で粘ると。おっ、いいよ、見えてるよ、大丈夫だよ。この砲台の球を乗っかれば球封じできるんですけど、うん、どういうわけか、この砲台の球封じだけがランクの上がり方が異常に上がるんです。お
タマフージでランクは上がるんですけど、ここだけは特別にもっと上がるみたいな。ここはちょっとやっていいところでは甘えていいんですけど、ここだけは絶対やっちゃダメって。なるほど、それは、非常に貴重なお話ですね。さあボス前、さあカリスマボスブラックハート、カリスマボスブラックハート、さあこの後まずは前哨戦。おお、数少ないねやっぱりな。4機さあ出てきた。ケンツどうやって倒すんだ。さあまずは左右に切り返しながらダメージを与えていく。ライバル期待ブラックハート、結構攻撃ランダムなんで、何が来るかな楽しみ。そうですね、さあワインダー、あ、ないんだそれは。バルカンなんで、バルカンですね。第三形態に入るとワインダーするわけですね。ワインダーになる。さあここから、おお近い近い近い、間を縫っていく。さあ巧みなランク調整、間に入って避ける。どこまで響いているか。お、200万点いったぞ。一気増えた。さあここでボム、いい決めボムだと思います。ナイス決めボム。でこの後ワインダーなんで、さあ来るよ右へ、余裕で。あれ最初キャサオくんのビデオ見て憧れましたよ僕も。デッドポイント出てましたね。やって避けるんだみたいなね。はい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 って自分で言ったらさ、逆側で、あーやったー、ごめんクリア。さあこっからが本番の、こっからが本番、あとは野となれ山となれ。で実はツレリアの最後でボムチップ5個落としているので、うん、この後にオプションを回収するとフォーミングが、あ、なるほど、はい、なるほど、仕込まれると始まるので、はい、フォーミングがあります。あー、フォーミングをなんと設置した。仕込んでいたかケンツ。さあ中型機フォーミングを使ってうまく選別していく。この辺のフォーメーションの使い方もね、この危ない、あー引っかかっちゃった。大丈夫か、大丈夫か、頑張ってくれ。さあこっから先は、これはもうボム使っていった方がいいな。ああなるほど、ここフォーミングだと結構ボムなしでもいけるんですよ、うん、なんですけどフォーミングないと敵が全然壊れない。ああなるほど、ここはもうボムっていきたい。そうですね、フォーミングがどうしてもないということで火力が足りない。素晴らしい。さあ中型機間を縫ってかわす。針弾が混ざる。非常にこの灰色の針がね背景に、ね、溶け込んで見づらいんですけどね。頑張ってくれ、慣れてくれバトルガレルが。あ、6面の物量はちょっとねランクが上がりきっていないとはいえちょっと難しいですからね。しかもステージの尺も非常に長いステージになってますからね。はい、まあ、稼ぎプレイとかになってくるんですけど、うん、1面から5面までの時間と、うん、6面7面の時間だと6、7面の方が長いんです。ああなるほど確かにそうかも。ちっか避けた。いや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 、ボムったよ中型ボス。もう一回もう一回、オッケー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 、あー当たっちゃった。これたまにあるんですよね。さあ3-0。さあこの中ボス抜けたい、頑張ってほしい。抜ける抜ける、いけるいけるいける、大丈夫よケンツくん、大丈夫よ、避ける、えい、オッケーオッケーオッケー。この後フォーミングうまく仕込んで、仕込めれば、そうですね、ボムチップこの後6個出るんで、うん、5個落とすためにそのうちの1個だけ取って、うん、あとはもうボムで安全にしながら、そうですね、ここの5個の、あ、6個のうち1個だけ回収して、危なかったらボム打ってもね。よしよしよし、いいよ、ノーボムで頑張ってる。うい、仕込めた、やったー。さあ働け、怖い怖い、フォーメーション働け。よし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 、いいぞ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 、働け。あー怖い、危ねえ、正面から来てた。なんだそれ、結構下の方からでも打ってくれんで、近い近い近い、いすいません、エイティングさん近いです。見てらんな、怖い、助けてください。さあ避けた避けた、素晴らしい。おお、これはあとワンナップまで70万か。そうですね、もうここからは野道で頑張ってもらわないと、さあレーザー放題、もう本当に残機ない増えないんで、そうだね、勲章取ってもいいかななんてちょっと思いつつも難しいところ。ケンツ絶対絶命の状況の中、まだ粘る、まだ粘る、まだいける。この後のオレンジセンターは危なくなったらボムで、危なくなったらボムだよ、ボムです。2個あるよ、ボムですね、ボムだ、生きてるよ、俺は生きる、生きて生きたりすればなんとかなるんだ。バトルガレか、働け働け、おらおら仕事だぞ。これね、1枚だったらここでもボム打ちたいんですけど、うん、ここでボム打つと
あの6ボスで結構ボム使わされるんで。なるほど、6ボス用に少し考えながらボムを使わなければ。よし抜けろ、よしよしよし、おいオプション働け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 、よしよし、オッケー、いいよ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 、いやなんか最後の一気になってから凄まじい集中力、蹴って、おぶねー、これで、ね、で右上に行って、さあ選手右上行って、うまい、ゆっくり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 画面を回って避けていく、素晴らしい、今あっぶねー、さあ来た、おお避けた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 、あー残念ケイツ、でも頑張った、みんな拍手、お疲れ様です、じゃあケイツコンティニューしちゃえば、クリアしちゃえよ、じゃあコンティニューで、コンティニューで、はい、じゃあね、いやでも6面後半の最後の粘り良かったですね、よくやったケイツくん、初心者でもここまでは遊べるんだよというのを見せたいと全然語っておりましたけれども、6面後半、まあ、ボス前で、撃沈ということですね、じゃあ2コインクリア目指そうぜ、2コインクリア、頑張れ頑張れ、そうですね、ここからまた持ち直して、なんだこれだ、弾の数半端ね、よっしゃ来たぞボス戦だ、はい6ボス戦、本当にこのゲーム打ち漏らしは本当に、うん、大変なことになるんで、そうですね、はい、大惨事ですね、大惨事大惨事大惨事になってしまうということでね、打ち漏らしは注意と、まあ、6面のポイントはやっぱフォーメーションを仕込むことですね、フォーミングか、フォーミングを仕込むこと、その辺ちょっと皆さんチェックしていただければなと、さあ6ボス戦、もうあのランク関係なしに、うん、普通にきついです、普通に強いですよねもうなんかランク関係なく、ほとんどランク最低に近いんですけ ど、 なるほど、それでもこの弾幕なので、あランク最低でもここまでは来ると、はい、さあ頑張る、避ける避ける避けるよ避けるよ、やばいボムった、ほらほら炙ってやるぜ、ボカボカボカ、第2形態6ボスの最難関ここだと思います、ここの攻撃だと思います、あっとパワーミスかな、どうだろう、わかんないや、さあ打っていく、おっ、いいですね、オプションフォーメーションを、オプションを回収しながら扇弾を避けると、おお今のは厳しい、あの高速弾とか16分の1の確率で来るんですよ、16分の1の確率、あの扇玉が左右に振ってくると思うんですけど、あそこの攻撃のところに攻撃抽選を行ってて、ああなるほど、抽選されてるんです、行ってて16分の1の確率で高速弾が飛んでくる、なるほどですね、さすがカムイニャ、やり込んでいる、知識量が違う、さあこれは腕は当たっても平気なんですよね、腕は大丈夫ですね、これ1本6万点でしたっけ、なんか点高いんですよ、これ確かに1万点か、ごめんなさい、なるほど、まあ、これで稼ぎ出ますよね、皆さん稼ぐんですけども、お見事6面クリア、最終ステージへ、さあ残ゼロになってしまいましたが、ケンツコンティニューでクリアできるかどうか、そこが問題であると、あさあうまく球を誘導して、この砲台の球も灰色で見づれんだよな、死ぬなケンツ、みんなが応援しているというような形でしょうか、そうですね、ここからは結構もう運の連続なんで、うん、外れを引かないことを祈ってやるしかないですね、あそうだね、はい、最後の1台を破壊して画面がスクロール、真ん中の砲台処理していく、さあここも左右に振って避ける、さあ点数的にもうちょっとワンナップには時間がかかりそうな感じですね、頑張ってほしい、結構この後きついんですよ、ここはきつい、はい、さあ早い球じき狙いが飛んでくる、きついしか言ってない、ボム、あーあー残念、炎は結構変なところをフォーミングしますね、うん、ファイヤーがちゃんと時期を守ってくれないことが結構あるんで、ああなるほどね、あんまり過信してもダメかなっていうところがあるんですけど、じゃあ3コイン目ケンツ頼むぜ、このなんつうんですかね、砲台のこの早い時期狙いの2層式の、ね、弾がね非常にいやらしい、さあラスボス、グロースクイードですね、グロースクイード、こいつが飛び立っていきます、さあここは弾よける、ここで一回スクロールが止まる、航空機か、航空母艦から航空機が飛んでくるというような展開、真ん中のコアに、ダメージを与えると先へ進むようになってますね、今連射入れたかな、連射入れましたね、入れてます、ちなみに今日はあの本当にあの連射装置等は何も使わないでのプレーとなっております、レバープラス3ボタン、さあまずはラスボス前の前哨戦ブラックアートマークス戦です、そうですね、ここは
オプションを横に向けて、うん、正面をからちょっと外すようにして打ってますね。なるほど、はい、うまい。まるでイメージファイト。連射が12連かな、うん、12連12連、まあ、このゲーム人間に連射入れれるんですけどね、自分が叩いた速度でね。さあもうこのボス、ブラカート2は本当にあのガレッカの中で最強最強ぐらい、ラスボスより強い。すごいとこ入ってる、すごいとこ入ってる。当たってなかった、よかったね。やっぱ判定ちっちゃいんだね、ゴールデンバトルね。結構ちっちゃいです ね、 ね、はい、さあこのバラ巻き嫌だ、やめて。ガチ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 、あー大丈夫よ、ケンツくんまだ残機ありますよ、残機ありますよ、大丈夫よ。死んだ後のアイテムの回収とかすごい大事なので、死んだ後も諦めるな、アイテム。あーワインダー、どっち、右だ。あーワインダー厳しい。うわー、まあしょうがないしょうがない、いけるいける。おー打たれた、強いね。今勝負いきましたね、ケンツくん強いね。さあ4コイン目、500円以内にクリアしたいですね。じゃあね、さあケンツ今日はね6面後半で残念ながらね、ゲームオーバーになってしまいましたけど、どうせならみんなにエンディング見せようかということで最後までプレイしてもらってます。あ、今人が悪かったな。よ臆せず使えボンバー4号機。あ、これは怖い、厳しい、ボブル、いいよ。あんな下からこれさ、くそやば、おおすごい、おおーやった、なんだあのクソ攻撃。さあラスボス戦だ。今のかなりの神よけしましたね。神よけでしたね今ね、よかったですね。さあザコラッシュの後出てくるよ、クロスクイード。いやでも本当に大外れですね。いやー素晴らしい、こういう奇跡が起きる時もあるからな。さあオプション2つ目ゲット。さあラスボス戦、ケンツこのコイン4クレ目いけるのか、どうなんだ。さあラスボスバラマキよける、これが見づらい、これ難しいんですよ。あーうまい、おーいいよ、けはい、チョン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 、はい、そう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 、おーい、あーいや、ここはしょうがない、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 これが見づれんだよな。頑張って、おー抜けた、はい、さあ当たりか外れか、あ割と当たりですよこれ、頑張って、もうボブティングですね。あー残念、当たって、ちげーな、今日のウルトラマンは機嫌が悪いな。そうですね。さあ5クレ目いけるかケンツ。さあアイテム回収しちゃいますか、これこのチャンスに。おら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 、もう中中評価で。さあボンバーボンバー、まだあるよまだあるよ、ああ死んじゃった、回収しよう回収しよう、本当にやらしい攻撃ですよ。遠いな、ちょっと今サラマンダのオプション1個も取れない感じですよね今のね。頑張れ、あー避ける、はーい、よしよしよし、交互はやめてあげて、交互はきつい、交互はやめてあげて、おいなめんなよこれ、やるなら一緒に、あー二左右やめてあげて、時期狙いとはいえさあ最終形態へ、ほんとにもうハイテンションでしたね今ね、うん、死ねーみたいな。どうだい避けれるかい。さあ最後だよ、はいよ、大丈夫か。はぁ、息のいいイカ、息がいいですね今日もね、スプラトゥーン息がいい、危ない、よしよしよし、いいぞ。さあこの辺攻撃完全にランダムなんですよね、動きというか動きもランダムランダムなんですよね。で端っこで死んでオプションとかで一切回収できないっていう、あーあーもうサラマンダ方式ですね、これも運なんで。あぁよよ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 よ、いや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 、持ってますね、いけますよ、これ持ってくれた、相手ビビってるよ、ケンツくん大丈夫大丈夫、相手ビビってる、逃げてる逃げてる、いける、いける、見えてる見えてる見えてる、相手ビビってる、おぉ、いやすげえ、いけるいけるいける、大丈夫、これは素晴らしい避けを見せる、なんだビビってんのかこの野郎、いかに、おぉケンツ500円でクリア、みんな拍手、素晴らしい、いや、いいもん見た、いやー素晴らしいですね、最後の余計汗がすごい、ザンゼロで男のフィニッシュ、ケツ意地を見させていただきました、ありがとう、ありがとうございました。いやでもこのケンチさん、ガレッカ始めてまあ半年ぐらいじゃないですかね、まあどうでもすごい上手くなってると思いますね、まあいい情報はね、イカドのプレイヤーのね先輩方がいらっしゃるということで、まあねガレバトルガレック始めたい方はね、よかったらミカドにね3台動いてますんでね、遊びに来ていただければ、3台3台ですね、すごいですね。じゃあケンツ一言、はい、今日のプレイ振り返って
もらっていいかな。じゃあケンさんから一言いただきましょう。はい、すみません、なんかすげーコンティニューしまくってなんかすごいすいませんでした。なんかいや全然全然よかったですよ。いやいやどうですか、振り返って今日のプレーは6面までワンコインでいきましたけれども、計画通り前半できた感じですか。そうですね、とりあえず5面まではなんかこれから誰かやってみたいなって人が真似していただけ、あれベースにしてなんか自分なりにやっていただけるといいかなと思います、うん、そうですね、まあ本当にこのゲームね、やっぱ今から始めるっていうのは非常に敷居が高かったりしたりしちゃうんで、まあ今日のプレイを参考に皆さんで、まあ、好きなように遊んでもらえればなと。そうですね、うん、十分今からでもワンコインクリアはできるゲームというのをアピールできたら、幸いかなと思っております。じゃあケンツ君に皆さん大きな拍手を。おめでとう。5コインクリアでもすごいですかね。昨日お前らいくら使ったんだよ、だってじゃあですね、ここで第1部とさせていただいて、第2部カムイニャンとケンツ君の2人同時プレイを配信したいと思います。大丈夫？はい、大丈夫大丈夫、はい、じゃあよろしくお願いします。一度もやってません。一度もやってない、はい、練習とか一回もやってません。リハーサルなしでいきますか。基本版です。じゃあカムイ、その方が面白いと思って、ね、あえてやりませんでした。そうですね、わかりました。じゃあカムイニャン&ケンツ君の2人同時プレイ配信を準備ができ次第始めたいと思いますので、今しばらくお待ちください。